セントロサウルス赤は、セントロサウルスを模式族とした、1915年、古生物学者、ローレンスラムによって記載されたケラトプスカの恐竜の分類群。セントロサウルス赤は、さらに、2つの分類群、セントロサウルス類及びパキリノサウルス類に、細分される。比較的ホーンレッドが発達した短いフリルと、大きな微角が特徴。ケラトプスカセラタープサイデイ。 カスモサウルスアカチャズマソリニー。セントロサウルスアカセントラソリニー。セントロサウルスルイセントラソリニー。アルベルタケラトプスアルバートセラタプス。セントロサウルスセントラソリス。スティラコサウルススティラコサウルス。パキリノサウルスルイパキーナソリニー。エーニオサウルスアイナイアソリス。アケロサウルスエイケラソリス。パキリノサウルスパクライナソリス。ありがとうございます。